ハンガリーは中央ヨーロッパの共和制国家。西にオーストリア、スロベニア、北にスロバキア、東にウクライナ、ルーマニア、南にセルビア、南西にクロアチアに囲まれた内陸国。首都はブダペストである。国土の大部分はなだらかな丘陵でドナウ川などに潤される東部、南部の平野部には肥沃な農地が広がる。首都のブダペストには ロンドン、イスタンブールに次いで、世界で3番目に地下鉄が開通した。正式名称はハンガリー語で、マグヤ・アスタサーグ、ンゲラースサ。カタカナの大まかな発音は、マジャロルサーグ。通称、マジャール、メートルアール。英語表記はハンガリー。日本語の表記は、ハンガリーであるが、20世紀中盤までは、ハンガリアと表記する例も散見された。 漢字表記では、高気りで、広しと略される。中国語では、ハンガリーの粉俗語言説が伝えられて、以降、粉俗と同族と言われる強度から、狂気針と表記するようになった。ハンガリー語で、ハンガリーもしくは、ハンガリー人を指す名詞、マジャールは、日本の教科書などにおいて、マジャールと誤ってカタカナ表記されているものが見られるが、どの母音も伸ばさず、マジャールと表記。 発音するのが正しいカタカナ表記となる、そうでない母音は長母音ではない。マジャールであってマグヤーでないため、長母音として発音しないのが正しい。歴史上、ハンガリー王国は多民族国家であり、今日のハンガリー人のみで構成されていたわけではなかった。そのため、その他の民族とハンガリー民族を特に区別する際に、マジャル人という表現が用いられることがある。 ハンガリーの語源として一般に認められているのは、俗説にある、フン族ではなく、7世紀のトュルク系のオノグルという、語であり、10本の矢を意味する。これは、初期のハンガリー人がマジャール7部族とハザール3部族の連合であったことに由来する。ウンガーン、ウンガリアに見られるように、もともとは、五島の英一がなかった。2012年1月1日より、新たな憲法。 ハンガリー基本法が施行され、国名が変更された。ハンガリーの国土は、ハンガリー平原と言われる広大な平原を中心としており、古来様々な民族が侵入し、定着してきた。古代には、パンノニアと呼ばれ、パンノニア族、ダキア人などが住んでいた。紀元前一世紀には、ローマに占領され、属州イルリ,リクムに編入。一世紀中頃、属州パンノニアに分離された。 4世紀後半には、フン族が侵入、西暦433年に、西ローマ帝国によりパンノニアの支配を認められ、フン族によって、ハンガリーを主要領土とする独立国家が初めて誕生した。その後、フン族は、アッティラの時代に、現在のハンガリーだけではなく、ローマ帝国の一部も支配下に収めたが、アッティラが40歳で死亡した後、後継者の不在により、 分族は分裂。結果的に6世紀にはアバールの侵入を許す。その後、8世紀にはアバールを倒したフランク王国の支配下に移るが、フランク王国はほどなく後退し、9世紀にはウラル山脈を起源とするマジャル人が移住してきた。12世紀のハンガリー王国10世紀末に即位したハンガリー人の君主イシュトバーン1世は、西暦1000年に、 キリスト教に改修し、西ヨーロッパのカトリック諸王国の一員であるハンガリー王国を建国した。ハンガリー王国はやがてトランシルバニア、ボイボディナ、クロアチア、ダルマチアなどを広く支配する大国に発展する。13世紀にはモンゴル帝国軍の襲来を受け大きな被害を受けた。14世紀から15世紀頃には周辺の諸王国と同訓連合を結んで、 中央ヨーロッパの強国となった。1396年、オスマン帝国とのニコポリスの戦いで敗北。フッ戦争。15世紀後半から、オスマン帝国の強い圧力を受けるようになった。1526年には、もはやチの戦いに敗れ、国王ラヨシュ2世が戦死した。1541年に、ブダが陥落し、その結果、 東南部と中部の3分の2をオスマン帝国、北西部の3分の1をハプスブルク家のオーストリアによって分割支配され、両帝国のぶつかり合う最前線となった。30年戦争には、プロテスタント側にトランシルバニア公国がカトリック側に、王領ハンガリーが分裂して参加した。百八十三年の第二次ウィーン包囲に敗北したオスマン帝国が、 軍事的に交代すると1699年のカルロビッツ条約でハンガリー及びハンガリー王国領のクロアチアやトランシルバニアはオーストリアに割上された。ハンガリーにとっては支配者がハプスブルク家に変わっただけであり、たびたび独立を求める運動が繰り返された。オーストリア・ハンガリー帝国におけるハンガリー1848年の3月革命では、 コッシュートラヨシュが指導した独立運動こそ、ロシア帝国軍の介入により失敗したが、オーストリアに民族独立運動を抑えるための妥協を決断させ、1867年にキエッジェズイーシュが結ばれた。これにより、ハプスブルク家はオーストリア帝国とハンガリー王国で二重君主として君臨するが、両国は外交などを除いて、別々の政府をもって連合する。 オーストリア・ハンガリー帝国となった。オーストリア・ハンガリー二重帝国の体制下で、資本主義経済が発展し、ナショナリズムが高揚したが、第一次世界大戦で敗戦国となり、オーストリアと分離された。1918年10月31日、アスター革命でハンガリー初の共和制国家である、ハンガリー人民共和国が成立し、社会民主党系のカーロイミハーイが、 初代大統領及び首相を務める。1919年3月、ハンガリー共産党のクンベーラによるハンガリー革命が勃発し、クンベーラを主犯とするハンガリーソビエト共和国が一時成立したが、ルーマニアの介入で打倒される。ハンガリー王国。木が1920年、緑が1941年の領域1920年3月1日。 ハプスブルク家に代わる王が選出されないまま、ホルティミクローシュが摂政として統治するハンガリー王国の成立が宣言された。1920年6月4日に結ばれたハンガリーと連合国とのトリアノン条約により、二重帝国時代の王国領のうち、トランシルバニアやハンガリー北部など、面積で72%、人口で64%を失い、 ハンガリー人の全人口の半数ほどがハンガリーの国外に取り残された。領土を失った反動、周囲の旧連合国からの孤立などの要因から次第に受け入かした。1930年代後半からはナチスドイツと協調するようになり、1938年のミュンヘン協定、ハンガリーのカルパトウクライナへの侵攻 1939年のスロバキア・ハンガリー戦争、二度のウィーン裁定などで一部領土を回復した。第二次世界大戦では領域拡大とナチスドイツからの圧迫を受けて、数軸国に加わり独ソ戦などで戦ったが、戦局は次第に劣勢となり、1944年にはフォルティは数軸国からの離脱を目指すが、ナチスドイツ軍と野獣児島によるクーデターで、 阻止されて失脚した。代わって、野十字党の国民統一政府が成立九百四十五年五月八日の敗戦まで数字国として戦うことになった。一方で、ソビエト連邦軍の占領区域では、軍の一部や諸政党が参加したハンガリー、臨時国民政府が樹立され、戦後ハンガリー政府の前身となった。九百四十五年四月四日には、 ハンガリー全土から、ドイツ軍が駆逐され、ナチスドイツの崩壊と共に残存していたハンガリー軍、部隊も降伏した。首都ブダペストを制圧するソ連軍、ビリー・シュトフとカーダールヤーの主1946年2月1日には、大勢が廃止され、ハンガリー共和国が成立した。しかし、ソ連の占領下に置かれたハンガリーでは一概、ペンゲイ紙幣まで発行される。 史上最悪のハイパーインフレーションが起きるなど政府に統制力はなく、共産化の影響力が次第に高まりつつあった。1947年2月にはパリ条約によって連合国と交和し、占領体制は一応集結したが、ソ連軍はそのままハンガリーに駐留し続けることになった。ハンガリー共産党は対立政党の影響力を徐々に削減する戦術で、 権力を掌握し、1949年にハンガリー人民共和国が成立した。ハンガリー共産党が行動した、ハンガリー勤労者党による一党独裁国家として、ソ連の衛生国となり、冷戦体制の中では東側の共産権に属した。共和国成立直後より国民への統制は厳しいものとなり、 1949年時点から他の衛星国に先駆けて西側諸国国境に鉄条網の障壁が築かれた。共産主義体制に対する反発も根強く1956年にはハンガリー動乱が起こったがソ連軍に地圧された。勤労者党はハンガリー社会主義労働者党に再編されカーダールヤーの主によるグヤーシュコミュニズムと呼ばれる比較的穏健な政策が 取られた。1980年代後半になると、ソ連のペレストロイカと共に、東欧における共産党一党独裁の限界が明らかとなった。社会主義労働者党内でも改革派が台頭し、ハンガリー民主化運動が開始され、1989年2月には憲法から党の指導性を定めた条項が削除された。5月には、 西側のオーストリアとの国境に設けられていた鉄条網を撤去し国境を解放した。これにより西ドイツへの亡命を求める東ドイツ市民がハンガリーに殺到、反ヨーロッパピクニックを引き起こし冷戦を集結させる大きな引き金となった。また6月には複数政党制を導入し社会主義労働者等もハンガリー社会等に改組された。 1989年10月23日、ハンガリー共和国憲法施行により、多党制に基づくハンガリー第三共和国が成立した。1990年代、ハンガリーはヨーロッパ社会への復帰を目指して改革開放を進め、1999年に北大西洋条約機構に2004年に欧州連合に加盟した。 ハンガリー第三共和国の国旗と国章では、ファシズム体制を敷いた野獣児党の矢印十字の紋章と共産党時代の赤い星の紋章が消去されている。また、ナチスドイツ、野獣児党、ソビエト連邦、共産党一党独裁による圧制の反動から、針十字、野獣児、鎌と土、赤い星の配布、交換、公の場での使用が、1993年の 改正刑法にて禁止された。2007年に宣言協定を導入。2011年に新憲法、ハンガリー基本法への改正が行われた。ブダペストの国会議事堂ハンガリーの大統領は、任期5年で議会によって選ばれるが、首相を任命するなど、儀礼的な職務を遂行するのみの象徴的な元首である。大統領官邸は、ブダ王宮に隣接する。 シャーンドル宮殿。実権は、議員内閣制を取る首相にあり、自ら閣僚を選んで行政を行う。立法府の国民議会は一員制、民選で、任期は4年、定員は199人である。国民議会は、国家の最高権威機関であり、すべての法は、国民議会の承認を経なければ成立しない。純粋に司法権を行使する最高裁判所とは別に、 憲法裁判所が存在し、法律の合憲性を審査している。ハンガリー空軍のサーブ39グリペン内陸国で、あるため海軍は持たず、現在の国軍は陸軍及び空軍の二軍からなる。ただし、ハンガリー領内を流れるドナウ川の防衛目的で、ユーゴスラビア製の総海底を三隻保有しており、陸軍の河川警備隊がドナウ川において運用している。 1999年に北大西洋条約機構に加盟し、西欧諸国と集団安全保障体制をとっている。軍の歴史は長く、第一次世界大戦時にはオーストリア・ハンガリー二重帝国として中央同盟軍の一角を占めていた。戦後の独立ハンガリーは1920年のトリアノン条約により兵力を制限されていた。その反動もあって、 第二次世界大戦時には、数軸国として参戦し、東部戦線にも兵力を出している。1945年には、ソ連軍に占領され、冷戦時には、共産権国家として、ワルシャワ条約機構に加盟していた。ハンガリーは40の地方行政区分に区分される。うち19は軍とも県とも訳されるメジェで、20はメジェと同格の都市軍という行政単位である。なお 首都のブダペストとはいずれにも属さない独立した自治体である。ハンガリーの地理、ビシェグラードから眺めるドナウ大局、ディオーシュジュール上級ハンガリー王国の領土に含まれた地域については、ハンガリー王国の歴史的地域を参照。ハンガリーの地形ハンガリーの国土は、カルパティア山脈のふもとに広がるカルパート盆地のうちのヒラノブをなす。ハンガリー平原、または、 ハンガリー盆地と呼ばれる国土の中心は中央を流れるトナウ川によってほぼ2分され東には大きな支流のティサ川も流れている国土の西部にはヨーロッパでも有数の大湖バラトン湖があるまた各地に温泉が湧き出ており公衆浴場が古くから建設利用されてきたもっとも温度の高い熱水泉ヘイビーズ湖を有するヨーロッパ有数の 温泉大国として知られ、多くの観光客が温泉目当てに押し寄せる。トランシルバニア地方など、ルーマニアとの国境系層地帯を持っている。大陸性気候に属する気候は、比較的穏やかで、四季もある。緯度が比較的高く、冬は冷え込むが、地中海から海洋性気候の影響を受け、冬も湿潤で曇りがちである。年間平均気温は、 摂氏10度前後。首都ブダペスト国際通貨基金による統計では、2018年現在で GDP は1612億ドル、1人当たりの GDP は16484ドルであり、EU 平均の約45%、世界水準の約1.4倍である。ハンガリーは1989年の体制転換以来、 外国資本を受け入れて積極的に経済の解放を進めた。その結果、1997年以降年間4%以上の高成長を続けるとともに、2004年には経済の民間部門が国内総生産の80%以上を占め、旧東欧の優等生と呼ばれるほどであった。また2004年の欧州連合加盟は当時のハンガリー経済にとって追い風になった。 しかしその後、インフレーションと失業率が増加して、貧富の差が広がり、社会問題として状態化した。また巨額の財政赤字も重要な課題であり、現政権が目標とするユーロ導入への見通しは立っていない。伝統的な産業ではアルコールが強い。特にワインは有名で、ブルゲンラント、ショプロン、ビラーニなど著名な産地があるが、中でも都会の都会ワインは、 ワインの王と言われる。農業ではパプリカが名産品で、ハンガリー料理にもふんだんに使われる。課長の飼育も盛んであり、ドナウ川西岸が主産地である。ハンガリー産のフォアグラもよく輸出されている。北部の都市エステルゴムにある鈴木工場は6000人の従業員を抱える。第二次世界大戦前のハンガリーは、肥沃な土壌と計画的な灌溉設備により、 農業国として成立していた。そのため、食品工業を中心とした、軽工業が盛んであった。第二次世界大戦後、社会主義化の計画経済によって、重工業化が進められた。特に車両生産、一般機械が優先され、化学工業と薬品工業がそれに次いだ。しかし、有機鉱物資源と貿易サイトを除くと、工業原材料には、 恵まれておらず、輸入原材料を加工し輸出するという形をとった。1970年代には工業を中心とする貿易が国民所得の40%を占めるまで成長した。共産主義体制から資本主義体制に転換後、1990年代初頭においては、化学工業の比重が次第に大きくなっていく傾向にあった。 2003年時点では全産業に占める工業の割合がさらに高まっており、輸出額の86.8%を工業製品が占めるに至った。さらに貿易依存度は輸出54.5%、輸入59.2%まで上がっている。品目別では機械工業が再び盛んになっており、輸出に占める比率は電気機械36.1%、 機械類16.2%、自動車8.2%である。世界シェアに占める比率が高い工業製品はワイン、商産である。ハンガリーの工業は燃料に利用できるアタンと防気サイトが中核となっている。有機鉱物資源では世界シェアの1.5%を占めるアタン、原油、天然ガスを採掘する。有力なタンは南東部米地近郊。 首都ブダペストの西方50キロに位置するタタバーニャ近郊の2カ所に広がる。油田は中央南部、セゲド近郊とスロベニア、クロアチア国境に接する位置にある。金属鉱物資源では貿易サイトが有力。バラトン湖北岸からブダペストに向かって北東に伸びる山地沿いで採掘されている。ただし、採掘量は減少傾向にある。このか小規模ながら、 マンガンとウランの採掘も見られる。ハンガリーの国民の86%以上はマジャル人である。マジャル人はフィンウゴル語族のハンガリー語を母語とし、ウラル山脈の方面から移ってきた民族である。マジャル人の人名は正式に表記した際に生が名の前につく。マジャル人は旧ハンガリー王国領に広まって居住していたため、セルビアのボイボディナ、クロアチア北部、 スロバキア南部、ルーマニアのトランシルバニアなどにも、かなりのマジャル人人口が存在している。また、マジャル人の中には、モルダビアのチャーアン号、トランシルバニアの生計や、ハンガリー共和国領内のヤース、マチヨー、クン、パローツなどの文化を持つサブグループが知られるが、ヤース人がアラン人の末裔、クン人がクマン人の末裔であることが知られるように、これらは、 様々な羊を持ち、ハンガリー王国に移住して、ハンガリーに部分的に同化されていった人々である。その他の民族では、優位の人口を有するロマとドイツ人が居住する。ハンガリー科学アカデミーの推計では、人口約1000万人のうち、約60万人がロマとされる。また、ドイツ人は、東方植民地運動の一環として、 ハンガリー王国に移り住んできた人々の子孫で、トランシルバニアのサース人やスロバキアのチップスドイツ人のように、ハンガリー王国の中で独自の民族共同体を築いた人々もいる。その他の民族では、ルテニア人、チェコ人、クロアチア人、ルーマニア人などもいるが、いずれもごく少数である。第二次世界大戦以前には、ユダヤ人人口もかなりの数に上ったが、 第二次世界大戦中の迫害などによってアメリカ合衆国やイスラエルに移住していった人が多い。ハンガリー人が黄色人種であるという説はアジア及びアジア人の定義が曖昧であること、また過去の人種の定義が現在とは多少異なることから来る語尾であると言える。近年の DNA 分析によると、 ハンガリー人はコーカソイドに分類されるが、わずかにモンゴロイド特有のアセトアルデヒド、脱水素酵素、D 型が検出されることから、モンゴロイドとの根血により遺伝子の流入があったと考えられる。2010年、フィデスハンガリー市民同盟により、国外のハンガリー系住民へ、ハンガリー国籍付与の道を開いたが、隣国のスロバキアはこれに反発し、二重、 国籍禁止法案を可決している。ハンガリー語圧者の分布言語的にはハンガリー語が優勢で、少数民族のほとんどもハンガリー語を話し、ハンガリー語人口は98%に上る。国内の少数民族としては、13万人を要するドイツ人が最大で、このうちおよそ10万人が家庭内でドイツ語を使用する。ハンガリーは、 旧オーストリア・ハンガリー帝国の中核的地域でドイツ人との結びつきが強い上に第二次世界大戦時もハンガリーが数軸国に加担した結果ハンガリー人によるドイツ人追放がほとんど起こらなかったためドイツ人の居住人口が今なお多い宗教はカトリックが多数を占めカルバン派もかなりの数に上るその他ルター派やユダヤ教も少数ながら存在する 公民児の姓は、自己の姓、相手の姓、複合性、自らのフルネームを、相手のフルネームに NA を付加したものに変更する、相手のフルネームに NA を付加したものに、自己のフルネームを加えたものを、自己のフルネームとする、自己の性の前に、相手の姓に NA を付加したものを追加する、などより選択することが可能である。伝統的には、妻が、相手のフルネームに NA を付加した、 フルネームに改名し、出生時の名前は失われていた。その後、1895年、1953年、1974年、2004年などの改正を経て、現在では男女の公平性が高められ、選択肢の多い制度となった。なお、ハンガリーでは日本と同様に性が最初に来る。 ショムローはハンガリーワインの認定生産地22カ所の一つ、トルティやクレープに似たパラチンタなど、食文化はオーストリアと共通するものが多いが、ハンガリーの食文化の特色は乾燥させて、粉にしたパプリカの多様と種類の豊富なダンプリングにある。パプリカを用いた煮込み料理グヤー種は世界的に有名である。ドナウ川西岸のドゥナーントゥール地方では古くから フォアグラの生産が盛んである。ワインの生産も盛んで、都会ワインなどが有名である。伝統的な蒸留酒にパーリンカがある。フランスのオードビやイタリアのグラッパなどと似た果実から作られる蒸留酒である。ハンガリー固有種の豚、マンガリッツァは国宝の指定を受けて保護されているが、保護のために利用を禁じるのではなく、むしろ高品質の食肉として利用することを通じて、 飼育頭数を増やす方針をとっている。飼育にあたっては伝統的な放牧、または半放牧が行われているが、一頭一頭にマイクロチップや標識を取り付けて管理することでトレーサビリティを確保するなど現代的な手法も取り入れられている。日本にはピック社が伝統的な製法で作られたサラミなどを輸出している。ハンガリー出身の哲学者として、 歴史と階級意識でソビート連邦のマルクス・レーニン主義に対する性をマルクス主義の基礎を築いたルカーチ・ジェルジの名が特筆される。このほか社会学者のカール・マンハイムや経済人類学者のカール・ポランニーがいる。フランツリスト・ハンガリーは多様な民族性に支えられた豊かな文化を持ち、特にハンガリー人の地域ごとの各民族集団を担い手とする。 民族音楽は有名である。また、リスト・フェレンツ、フランツ・レ・ハール、コダー・イゾル・ターン、バルト・オーク・ベーラなど、多数の著名なクラシック音楽の作曲家も輩出した。多様な民族音楽にインスピレーションを受けて、作曲した音楽家も多い。指揮者の分野では、ハンス・リヒター、アルトゥル・ニキシュ、ジョージ・セル、ユージン・オーマン・ディ、フリッツ・ライナー、フェレンツ・フリッチャイ、 ビシュトバンケルテス、ゲオルク・ショルティといったビッグネームが並ぶ。ピアニストでは、リリー・クラウス、ゲイ・ザー・アンダ、ジョルジュ・シフラといった歴史的大化、アンドラーシュ・シフ、ゾルターン・コチシュ、ラーン・キデジェ、アダム・ジョージといった現役が挙げられる。これらの中には、ドイツ人植民者家系も含まれることもあり、ドイツ人名を名乗って、ドイツ学派やウィーン音楽で指導的な役割を果たした者も,も、 少なくない。ルービックキューブハンガリーは歴史的に多数の科学者を輩出している。ハンガリーは優れた数学教育で有名であるが未だフィールズ賞受賞者はいない。有名な数学者にはエルディシュパールやフランクル・ペーテルらがいる。ハンガリー人は様々な分野で構成に影響を与える発明をしている。ハンガリー人の発明にはルビク・エルネーによる ルービックキューブやブローディームルによるクリプトン電球などがある。ハンガリー出身の科学者は核兵器やコンピュータの開発に貢献した。ナイマン・ヤーノ氏はコンピュータの開発に貢献した。ケメニーニ・ヤーノ氏は米国人計算機科学者のトーマス・イーカーツと共にベーシックを開発した。ハンガリーでは温泉が湧き出し、温泉文化が古くから伝わっている。ブタペストにおける 温泉文化は2000年近くある。ブダペストの大ブダ地区にある古代ローマ時代のアクインクム遺跡にハンガリー最初の温泉浴場が建設された。当時の浴場跡を今日でも見ることができる。オスマン帝国に支配されていた時にドナウ川下半に発達した。1937年国際ゾイ療学会議、ブダペスト大会でブダペストは国際治療温泉地に認定され、 世界的に温泉に恵まれた首都と呼ばれるに至った。オスマン帝国時代の建物をそのまま残するダッシュやキラーイなどの浴場は今日でも親しまれている。1913年に作られた清池に温泉は湯量毎分3700リットルという豊かな湯量と豪奢な建物で知られている。ハンガリー共和国のヘイビーズ湖はヨーロッパで 最も温度の高い熱水泉である温水湖であるヘビーズ湖は自然温水湖であるハンガリーにおいて最も古くから知られており古代ローマ時代の記録に遡り2000年の歴史がある4.4ヘクタール水深38メートル泉質は硫黄ラジウムカルシウムマグネシウムなどのミネラルを含む泉からは大量に湧き出し48時間で 水が入れ替わる。水温は冬は23摂氏25度、夏は33摂氏36度である。ハンガリー国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が6件存在する。さらにオーストリアにまたがって1件の文化遺産が、スロバキアにまたがって1件の自然遺産が登録されている。マジックマジャール時代の首相。 フェレンツ・プスカッシュ水球ハンガリー代表は世界最強の呼び声が高く、またメルボルン五輪でのメルボルンの流血でも有名である近代オリンピックは夏季冬季ともにオーストリア・ハンガリー二重帝国の頃からハンガリー王国として第一回から参加している。2012年のロンドンオリンピックまでの獲得メダル数は482個である。 211の歴代参加国、地域のうち、獲得総メダル数は8位である。国民1人当たりのメダル獲得率は、世界第2位であり、金メダルに限ると3位である。特に陸上競技、フェンシング、射撃、水球、競泳、近代五種競技において活躍が見られる。特筆に値するのは、水球で、獲得メダル数は1位となっている。また、ハンガリーに、 史上初の金メダルをもたらした、競泳男子では獲得メダル数42個で、歴代8位、競泳女子では同8位である。ハンガリーで最も人気のあるスポーツはサッカーで、ナショナルチームは 1938FIFA ワールドカップと 1954FIFA ワールドカップで準優勝し、1950年代には世界屈指の強豪国と呼ばれた。モータースポーツは、 1986年から、会一ハンガリーグランプリが、ブダペスト郊外のハンガロリンクで開催されており、ルイス・ハミルトンが、通算6度の最多勝利を挙げている。雪山がほとんどないため、ウィンタースポーツは盛んではない。ハンガリー全土で、伝統的に刺繍が盛んであり、カロチャ刺繍やマチョウ刺繍など、地域ごとに特色ある刺繍が分布している。ありがとうございます。